店長のセクハラを報告しました。お疲れ様です。明日シフト入れたりするかな。急に休みが出ちゃって、沙織ちゃんに出てもらえると嬉しい。すみません、入れないです。他の方探してください。そこをなんとか沙織ちゃんに入ってほしいな。無理です、ごめんなさい。わかりました。彼氏と予定あるとかかな。友達と予定あるので。沙織ちゃんって可愛いよね。急に何ですか。可愛いよな。付き合いたいくらい。こんな40過ぎのおじさんで良ければ付き合いたい。無理です。即答だね。付き合ったら時給上げちゃうよ。逆に付き合わなかったらシフト減っちゃうかもね。バイトなんていくらでもあるので。セフでもダメ、中だけ。もう我慢できないので、ここでみんなに見てもらいますね。今すぐ消してください。うわ、やばこれ。私もよく来るから、まともに相手しちゃダメだよ。ドン引き、大問題じゃない。オーナーに報告しよう。店長、今日休んでいいですか。裏でこんなことバイトに言ってるんですね。まんまダメ親父って感じのワードばっかりでがっかり。だから女の子はすぐ辞めちゃうんだよね。私も辞めよう思ってたけど、無視してたら来なくなったから、その辺の底辺ナッパ野郎と一緒の扱いすれば大丈夫だよ。気持ち悪いね。やめようかな。これは加工されてるやり取りなので信じないでください。さすがにその言い訳は無理がありすぎる。ちゃんと認めて謝罪した方がいいですよ店長。芸能人の不倫しかり、謝罪は早めをおすすめします。誰かバイト変われますか。19時入りです。シフト変更は個人で言え。どさくさに紛れてここで休もうとするな。でも本当に店長としてちゃんとしないとバイトいなくなりますよ。心入れ替えてください。いい歳してるんだから。他のバイト探します。ほらこうなるんだから。店長、ここで謝罪を。シフト変われる人いたら連絡ください。シフト変更は変われる人が見つかったらにしてください。謝罪はしないらしい。肝が据わってる。さすが我らの店長。本当にやめよ。送りっぱなしですみません。もう私はやめますので、ね、最後にここに貼りました。これはやめてもしょうがない。やめて正解。私もやめます。もうみんなでやめる。あ、じゃあシフト変わらなくていいんで、やめるでいいですか。お前はちゃんと働け。